No one ever sees, no one feel the pain. Tears are cindering. I wish upon a star. I wonder where you are. I wish you're coming back to me again. And never sing the same like it used to be. I see the day go by, I still don't wonder why. I wonder why it has to be this way. Why can't I have you here, just like it used to be? Ooh. I don't know which way to choose. How can I find a way to go? I don't know if I can come without you. Even in my heart, still waiting just for you. I really know you are not feeling like I do. And even if the sun shining over me, how come I still feel? No one ever sees, no one feels the pain. 今日のライブタイトルが Thank you to ですけど どういう意味か知ってますか? どういう意味か知ってますか? 知らないよ!
知らない? 俊太君です。知らないよ。今から紹介ファーストアルバムが「Thank You」でしたから、その2弾という意味もありますが、それより今まで支えてくれた皆さんに本当に感謝している気持ちを 感謝して気持ちを伝えたくて、皆さんに本当に感謝している気持ちを伝えたくて Thank you too much から持ってきた言葉です。 皆さん知ってる通り、僕たちは日本で先にバンド活動スタートして、何それ、いろんな経験をさせてもらいました。これ、はい、ちょっと聞いてください、ジョンシン。 あんまり意味もわからず、ただただ大変だったこともあったんですけど、かっこいいね。そういった経験は重要なMCですから、ちょっと聞いてください。こともあったんですけど、そういった経験は今思うとその時じゃないとできなかったんだなと思います。 お疲れ。まだ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 。なぜ、せっかくですから、みんなの昔のエピソードをちょっと聞いてみますか。山上さん、その時の一番記憶を残ってるのは何ですか。僕から。はいはい。僕は、僕たちのシングル ダウェイが日本のオリコンチャートで超上位でリンクして本当に嬉しかったです。そしてアイドンノアはちょっともっと上ですね。はい、もっともっと上ですね。そしてリメンテナンスはもっと上ですね。最後、Thank you to ウィークリーチャートで一番です。全部皆さんのおかげです。ジョンヒンは、僕は留学生時にキャリーは知ってますか。皆さんキャリー、ヘンドキャリー知ってます。ヘンドキャリーで荷物を全部ドラムとかベース、 アンプとか全部荷物を買って、本当に重いですよね、これ。それで重いし、天気も寒いしとか、暑いし、金もないし、彼女もなくて、男ばっかりし、お母さんもなくて、かわいそうだったね、僕たち。その時は本当に荷物が 大きいし重いし、本当にたくさんいろんなものがあるから本当に大変でした。キャリーを買って本当に大丈夫だったんですけど、電車を乗るために到着した時には、かっこいい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 、階段の本当にたくさんあるの、階段を見て、 かっこいい。本当に最悪でした。かわいそうだ。なんか悲しいですね。ふみのりさんは、僕も一応あるんですけど、うちの前に、日本のうちの前に大きなスーパーがあったんです。
スーパーマーケット。で、はい、その僕たちが日本で音楽留学するときには金がなかったんですよ。で、このそのスーパーで300円ぐらいなリックがあったんですけど、違う違う、300円じゃなくて700円、700円ですね。あ、そうだ、はい、500、600、はいはい、あ、そうそうですね、その時200円は中東と同じ価格多かったんですよ、本当に。中山さん、はい、怖いで、そうだ、すみません、怖い、すみません、リラックス、はい、怖い、何やってんだよ、今。で、その肉をうちで3つに分けて、精神と魅力と幸せに食べたことが印象に残っています。僕もそうですか。一つ不思議があるんですけど、その時あなたはどこに行ったんだ。あなた、僕はあれなかった、その時なかったんですね。なかった、はい、どこに。イケメンですね。イケメン、ほら、裏切者、死ぬさんです、裏切者。僕は今金がなくてご飯も食べないし、あなただ。僕は毎日牛丼。ちょっとペコペコ。僕も韓国でキンパです。嘘つかないで。本当忙しいだから。嘘つかないで。すみません、すみません。本当だよ。すみません。今ちょっとペコペコですから、ちょっとご飯を食べてライブはどうですか。すみません。かっこいい。今何やってんだよお前。今本当にペコペコです。あ、やばいね。本気か。本気かよ。はい、冗談だよ。魅力本当面白じゃないんですね。はい、理由わかんないんです、僕たちも。中村さん、はい。怖い。はい、すみません。で、その時が本当に懐かしいですね。はい。はい、その時がなかったら、それまでエピソードでした。そうですね。これは何ですか。iPad。僕も今日皆さんに。たくさんのことを話したいことがたくさんあって、はい、今回はちゃんと届けたいから、はい、いっぱい書いてきました、ここに。おお、そうですね。あ、本当に短かった半年だけのインディージ活動でしたが、その時からそばで支えてくれた皆さんに本当に感謝します。そして僕たちは皆さんと一緒にまた新たな一歩を踏み出したいと思います。今日のライブはインディーズ最後のライブですけど、またこれで日本では新しい第一歩が始まるわけですから、この先を楽しみにしてください。はい、これから歌う新曲、はい、Man in Front of Mirror とイルジョンと、from 오른비러。あ、そうです。はい。怖い。何やってんだよ今。怖い。そして、あ、その3曲には僕たちのメッセージがたくさん入っています。はい。続けて聞いてください。